こんばんばは情報工学学科に所属している大学2年生です、えー、軽度のうつ病を患ってるんですが毎日課題をやることがストレスなので、えー、この夏目数を利用して心身の回復に集中しようか、えー、学生が運営している会社に入って集中でプログラミングを勉強しようか迷ってます大悟さんはこの夏どのように過ごすべきだと思いますか長く学すいませんってことなんですが軽度のうつ病だったら普通にそのメンタル的な部分を鍛えた方がいいと思いますあとは学生が運用しているプログラムの会社に入ってプログラミングを学ぶって果たしてどのぐらい意味があるのかなって僕はちょっと思っちゃいました っていいうものじゃないんですやっぱり自分で考えてプログラマー書いたりとかああでもないこうでもないってことやってうまくなるものうちの弟もそうだし成功したプログラマーの人たちで専門学校通ってたとかもう誰かにめちゃくちゃ習ったみたいな人ってあんまりやっぱいないんですね教えてもらったりとかきっかけを当ててくれる人がいた,いたとしても教えてもらってやるもんじゃ多分あんまりないと思うんでプログラミングってだから僕だったらあのメンタルを直す方を先にやってそれからゆっくり考えると思いますけどね。 だってほら歴史に名を残した成功者とかプログラマーって誰かに教えられたかっていうと影響を受けた人はあげるけど教えてもらったっていう人ってあんまりいないですよね教えられたことをやるだけで成功できるんだったら教える側の人間が成功してるわけだから概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できますぜひチェックしてみてくださいそれではバイバーイ